皆さんこんにちは小林製薬の紅麹成分入りのサプリメントをめぐる健康被害問題を受け同社の小林和正会長84と小林昭弘社長53が辞任することが22日分かった和正会長は特別顧問昭弘社長は代表権のない取締役に退く後任の社長には山根聡専務64 がつく健康被害が広がり対応が遅れたことについて経営責任を明確化する23日に開く臨時取締役会で正式に決定する小林製薬は歴代創業家出身者が社長を務めてきた和正氏は4代目として19762004年秋広氏は6代目として13年に社長に就いた。 山根氏は創業系以外で初めての社長となる秋広社長は取締役として一連の問題による保障などに専従する関係者によると23日の取締役会では役員報酬の返上などの処分案や紅工事,事業からの撤退なども議論するまた同社は4月外部の弁護士3人による事実検証委員会を設置した委員会は 同社が問題を公表するまでの社内での情報共有の実態や意思決定の過程を検証している取締役会では委員会による報告書をもとに再発防止策なども決議し公表する見通し小林製薬の紅麹成分入りのサプリメントをめぐる健康被害問題を受け同社の小林和正会長84小林昭弘社長53 が辞任することが22日。わかった。和ず会長は特別顧問。秋広社長は代表権のない取締役に退く。後任の社長には、山根里氏専務、64。がつく、健康被害が広がり、対応が遅れたことについて経営責任を明確化する。23日に開く臨時取締役会で正式に決定する。小林製薬は歴代。 創業家出身者が社長を務めてきた和正氏は4代目として19762004年秋広氏は6代目として13年に社長に就いた山根氏は創業家以外で初めての社長となる秋広氏は取締役として一連の問題による保障などに専従する関係者によると23日の取締役会では。 役員報酬の返上などの処分案や紅麹事,事業からの撤退なども議論するまた当社は4月外部の弁護士3人による事実検証委員会を設置した委員会は当社が問題を公表するまでの社内での情報共有の実態や意思決定の過程を検証している取締役会では委員会による報告書をもとに再発防止策なども決議し公表する見通し 小林製薬は今年1月サプリによる健康被害を把握したしかし国や自治体への報告は2ヶ月余りが過ぎた後で対応の遅れが指摘されたこれまでにサプリ接スとの関連を調査している死亡事例は81人7月4日時点に上っているネット民の反応銀行員46 原材料に扱いのない種類が特定のロットに混入した原因はまだ解明されないんですよね確か企業側の落ち度とも断定できていないトイレのスプレーとサプリメント小林製薬に変更しました引き続き応援しながら経緯を見守りたいと思います原因24なぜ未だ原因は解明されていないのに隕石辞任なのか 陰謀論と言われるかもしれないがコロナワクチンとの関係が噂されているようですが厚生労働省はやたらと小林製薬を悪者に仕立てようとしているように感じましたが厚生労働省の竹見の会見を見てその厚生労働省の対応を見ているとコロナワクチンとの関係が嘘とは言えないような気がしてきた「農民55この件は繭唾だと思ってる」。 コロナワクチンのように健康な若者に心筋炎がなどという被害であるならまだしも基礎疾患がある人がこのサプリを摂取していたからといって死亡がそのサプリが原因とは言えないはずただ小林製薬をはたきたかっただけなんじゃないか小林製薬の社員の方たちは一丸となって厚労省の役人やマスコミと戦って小林製薬が買収されたり分割されたりしないよう頑張ってほしい。会社員 41既得権益であるコロナの研究で成果を出した結果である素晴らしいことだがやはり既得権益にぶら下がる方々や外資系の製薬会社には不都合なのですね莫大にある税金ではないが足らないなら増税や料金の値上げでむしり取る今の日本政府と政治政治家や官僚その取り巻きである方々の既得権益に手を出せばこうなる例であり見本ですかね 本本質を日本メディアが報じることはないですから。最後まで見ていただきありがとうございましたもしこの事件が興味深いと思われた場合はこの動画にいいねをしていただきまだ登録していない場合はチャンネルの登録をお願いいたします。今後もさまざまな事件をご覧いただけるようになります。